はい、前回こちらのカリンバの紹介をしましたが、実はこちらのカリンバを買う前に一番最初に買ったカリンバがあります。まあ、こちらのカリンバはこのようにドレミファ音階があるんですけど、最初に買ったカリンバはなんとじゃーん、こちらです。音階はバラバラなんですけども、自分の思うままに弾いて雰囲気で楽しむカリンバだという説明を受けました。ちょっと弾いてみますね。こんな感じで鳴らします。こちらの楽器はドレミファ音階があるので、いろんな曲を奏でることができます。で、まあ、延期になっているデコボコ演奏隊の演奏会も控えているので、こちらの方での練習をたくさん頑張りたいと思っています。こちらのカリンバは疲れた時に弾いて癒されたいと思っています。今日は最初に買ったカリンバの紹介でした。